韓国ソウル、地下鉄ヨンドゥンポシジャン駅。着いた。暑いな、今日も。今日行くところは、よし、こっちや。ん？ハンコ。もうタコかと思ったや。動かんから 100% ハンコや。今日の料理はタコは無関係ではない。それを見越してあそこにあったんか。それやったらかなり空気の読めるタコやで。ここは駅の名前の通り、駅から少し歩くとヨンドゥンポ市場がある。再開発の中でも今なお残る在来市場。アーケードもあるから雨の中でも行きやすいけど、結構この周辺もディープな空間。スンデ通り、豚ちゃんがスンデクッパ食べてる。共食いだからか。この辺スンデ屋さんがめちゃめちゃ多いな思ってて、どのお店もまんべんなくお客さんが入ってる。うまそうや。豚の頭も置いてある。釜の中からユクスのいい匂いが立ち込める。住んで好きやから今度絶対来よと思ったら、また違う匂いにつられて立ち止まる。室内ポチャ。開店前やからまだ準備中らしい。店の中には屋台がそのまま入ってる。うどんのスープなんやろか。煮干しのええ匂いがする。鼻から入ることのできる最大限の空気の量を吸って現実に戻る。今日はここちゃう。今度は何か書いてる。神は酒を飲む者を決して見捨てはしない。明日の心配は明後日に。この掛け軸家に飾りたいねんけど。そう、心配は明後日や。こっちで合ってると思うねんけど。いやー、もう暑すぎる。ちょっとあそこで少しだけ休もう。熱中症対策や。小さな公園。木が多いから影も多い。あんまり見たことないようなもの発見。ウェルカム。正面には警察のマーク入ってる。いや、もうポリスって書いてるし。ほんで右上にはライトみたいなのもあるし。これなんなん？思うより前に体が動いてる。一日警察署長体験。はい、そこ。そんなとこへ止まったらあかんで。前に進んで。はいはい。はい、そっちも。ゆっくり徐行してね。ソウルは今日も平和です。あ、警視総監、暑いとこわざわざ。一日署長はこれから仕事。こっちこっち。ここを曲がるんやな。よしよし、もう見えてきた。着いた。早くもっこしたほんまに今日は暑かったんで早く入りたかったんです。入店です。こちらのメニュー、おつまみ類に鍋物、お刺身に季節のメニュー、そして食事類が置いてある。その中でもこちらのお店でメインメニューなのが大きな垂れ幕が掲げてある。そしてお店の名前にもなっているグリョンポ、ポハンにある港町で昔は日本人がようけ住んでたみたい。モルムルヘソチャハナガニョ、モルムルヘソチャハナガニョ、クリゴソジュハンメンですね。人狼ですよ。人狼ですよ。ご親切に近くまで来て聞いてくれた。料理を準備する前にまず出してくれた基本のおかずは、ナスと青唐辛子の和え物、もやしの和え物、ドトリム、そしてキムチ。きた。海の色した人炉の瓶をぐる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 、ご飯の港に渦潮ができる。暑さでもう喉がカラカラや。脱水症状になる前にまずは一杯。神許す、甘えて喉も青く燃える。ありがとうございます。喉だけではなく体中が青く燃え上がる。一杯飲むとやはり我慢できない。ドトリムを一切れ。この一切れだけで口の中がさっぱりする。登山の後にマッコリとドトリムを一緒に食べたらうまいやろななんて思ってたら、料理がやってきました。
は何といってもお玉チャレンジ突撃。この音、行く手を阻む氷の壁。綺麗に並べられた刺身類を躊躇なくかき混ぜていく。俺の腕と氷との真夏の真剣勝負や。大量の氷は少しずつ溶けていって、味と見た目にグラデーションをつける。とりあえずはまんべんなく混ぜれた。何も考えず適当に一つかみしても、中には刺身が隠れてる。そんな涼しそうな野菜と刺身を一口。魚たちに会いに行ってると思ったら、今の現在地は天国やった。少しの辛さと甘酸っぱいヤンニョムが混ざった氷の中に、激しく感じるお刺身の食感。一気に感じる冷たさとは逆に、口の中は動き始め、コリコリとしたお刺身の食感で止まることを知らない。目の前にあったナマコと下に潜っていたカレイの刺身を一本釣り、まだ甘酸っぱさの残る口の中へそのまま持っていく。ナマコの歯ごたえ、カレイの柔らかさの中に俺は無断に侵入した気分。これは完全に焼酎が必要。流れを止めずにそのまま一杯。焼酎の後味が残る口に、ここも流れを止めずにスープを一口。このお汁だけで一杯、いや一本はいけるんちゃうかなと思う。そんなこと思ってたら、ちょっと視線を感じた。ああ、エプロンか。エプロン？白い。赤い。食べ終わるまで君の視線ずっと感じの家やから、今日はつけとこう。チャミス。セロ。セロのエプロンなんか大量にあるから、こっちにしとこう。今日は9本尻尾持ったキツネに肝臓食われるかもしらんからな。次からは一つずつ味わってみよう。まずはカレイの刺身。カレイは細長く切られ、出してくれた時は下に潜っていたらしい。混ぜたら大量に出てきた。何個か集めて一気食い。細長く大きめに切られてるから食感がええ。日本におる時はカレイの刺身あんまり食ったことなかったけど、韓国ではよく食べる。さて次はどの子にしようかな。ホヤちゃん。探す探す。ホヤは食べられへんようにか、スープの色と同化している。そんなホヤも一気に食らう。新鮮やからか、生臭さは一切なし。次はナマコ。一個は確保したけど、もうちょっと欲しい。もう一個じゃ物足りひんような体になってんねん。あった。合流地点へお出迎え。さあこれで、おお、偶然釣れた。君も一緒に。こんな3つも一緒に口に入れたら、コリコリとした食感で顎が活性化。その後にじんわり広がる塩の香り。忘れてたんじゃなくて、刺身に夢中になりすぎた。次はゆでだこさんもいる。2枚重ねて弾力アップ効果。一つ一つ歯ごたえが違うから口が楽しすぎる。そしてまだまだアワビ、ここにもある。もう一個ぐらい欲しい。どこや、探せ探せ。俺は今海女さんの助手や。潜って潜って。いやこれちゃう。もうどこやねん、見当たりへんやないか。しゃあない、諦めて陸に上がります。落ち込んだ気持ちをこのアワビで完全回復。すかさずいっぱい挟む。やっぱり韓国での刺身は焼酎がよう似合う。スープによく使った野菜類も適当にとっても刺身がたくさん入ってる。海坊主が出現したかのように一口でいく。こんだけ長い間氷水に浸かってたんや。ここに来て歯がしみる。サービスで一緒に出してくれたおそうめん。これこん中入れるんやろ。ちょっとスープ多いからそのまま飲む。器がでかい。ただこれもうまい。さあ豆乳、もう一つも豆乳。ほぐしていく。優しく、時には厳しく。そうすることでうまそうなそうめんが出来上がる。目に入った瞬間、自然に笑みがこぼれ出す。舌も出てくる。もう我慢できずに引き上げ作業。真っ白だったそうめんが海の偉大さで赤く染まる。大量に持ってきたそうめんをなんと一口で頬張る。そうめんやからな、細いしな。もう一口いきたい。漁師のような目つきで皿に寄せう。そして今度はそこに残ったお刺身と一緒に、麺に絡まるスープの甘酸っぱさとともに、お刺身の食感もまた加わる。お
皿も90度で飲み干す。暑い夏には食欲が落ちがちやけど、冷たいムーヘとこのそうめん、ほてった体も一気に冷やしてくれる。これは最高や。と言っても俺食欲落ちてへんねんけど、っていうかちょっと物足りひんねんけど。イムンスクイ花なんですよ。おお、ホッケのええ匂いする。外はカリカリ、まずは骨取っていこう。チロリ、こっちもチロリ、俺はペロリ。そしてそんな中に隠れていた身はホクホク、プリッと出てきた。湯気が立ち上る中、大きくほぐした身を一口。ああ、余計な油が落ちて、適度な塩加減で甘みを感じるプリプリさ。これはなかなか止まらん。一口、そしてまた一口と口に運んでいく。あかん、これはもう我慢できひん。コンビパパルマなんです。来た、オープンザライス。もう片側も大きくほぐして、さっきムルヘ食べたのなかったことになってるぐらい、もう完全な食事になってる。やっぱりこうなるとご飯にはキムチ。そのキムチでまたご飯を頬張る。正直俺こういうホッケみたいな魚食べだしたら、白い身がなくなるまでずっとつついてる。そしてこの骨、中にあるホクホクの身と違ってカリカリとした食感を味わってしまい、結局ずっと箸が止まらん。いや、箸使ってんし。このご飯、そうや、ムルフェが入っていた器を目の前にセッティング。その中に少し残ったご飯を投入。広い海に入った淡水化物、自由に泳ぎ出せ。あかん、もうニヤついてきた。これぐらいでええやろ。沈んでたお刺身も一緒に。赤い海に入ったご飯を口の中へ逆ダイビング。そうめんももちろんうまかったけど、ご飯もええ締めになる。そんなご飯を入れたスープも、大食いもっぱん YouTuber のように無言で口の中に入れていく。今日この後の一日中、手が魚臭くなることはもう諦めた。やっぱりここでも大きな器を90度食い。もう匂いは諦めた手で残ったホッケもかぶりつく。もうなんだかんだで最後の一杯か。最後の一滴まで。本日最後の一杯。お魚さんは海に帰っていきました。ヨンドゥンポシジャン駅にあるムルフェの美味しい刺身屋さん、こんな暑い日にはぴったりや。さっきまで暑さでバテそうになってた体もムルフェの涼しさで完全回復。いやー美味しかった。あのシャキシャキがええよな。もうほんのちょっと歩いただけやのにまたバテてきた。暑い、誰かポハンに連れてって。チャルモゴスミニだ。